カレン・グラッスルはアメリカ合衆国の女優。日本では名字の読み方を間違えられていて、本当はグラッスルではなくグラスリーと読む。1942年米カリフォルニア州バークレーで生まれる。6歳でアメリカのテレビドラマラブオブライフにゲスト出演する。カリフォルニア大学バークレー校に入学し、その後ロンドンに演劇留学する。 1969年、ザ・ギンガム・ドッグという劇でブロードウェイデビューを果たす。オーディションでアメリカの大ヒットドラマ、大草原の小さな家の主人公、ローラの母キャロライン・インガルス役に選抜され、名声を得る。また、かなりの助犬主義者として知られていて、脚本と主演を担当した NBC のテレビ映画バタードは助犬を意識して制作したという。なお、 バッタードは夫から暴力を受けて苦しむ三人の女性の話であった。この作品についてのインタビューでは夫から暴力を受けたことはないと話している。しかしながら一人の交際相手からは何度も殴り飛ばされた経験はあるとも語っていた。男に暴力を振るわれる恐ろしさは身に染みてわかっているようだと報道されていた。なお、大草原の 小さな家のオーディションを受けたときは、ギャブリエル・ツリーという芸名を使っていたが、合格後に共演のマイケル・ランドンに説得され、本名で出演することに決める。しかし、NBC による大草原の小さな家の番宣で名前をグラスすると間違えられてしまったことにより、日本でも未だ間違えられたままの状態なのである。また、ギャブリエル・ツリーという名の前には、 ケイリリンガーという芸名も使っている。3回の結婚歴がある。1回目は俳優のレオン・ラッソム。2回目は1982年、ジェイ・アレン・ラット・フォードという不動産屋だった。3回目は、スコット・ティ・サザーランドという医者で2000年に離婚し、それ以来は独身。ラット・フォードとの間にリリー・ラット・フォードという名の養子がいる。芸名でオーディションを受け見事合格した彼女は、 日本でも放送された、このアメリカのテレビドラマで優しい母親、キャロラインを演じ、ブレイクする。制作葬式と、脚本、主演を務めたマイケル・ランドンは、当時の女性が持つ誇り高さや清楚なものを感じたと、オーディションのことを話した。また、ローラ役を演じたメリッサ・ギルバートも、カレンは、絶世の美人で、私の憧れだった。近くに立っていたり、 香りを嗅いでみたり、同じ髪型にしてみたりしたら、あのくらい美しい容姿で、あのくらい素晴らしい演技ができるかな、なんて思っていた。今も似ていたいと思うと話していて、影響されたという。しかしその反面、マイケル・ランドンとの不仲説、セリフの少なさや、いつも,も、物静かでお人よしなキャロライン役に腹を立てた、などの裏話もある。実際、メアリー役のメリィッサス・アンダーソンは、 本で、カレンが腹を立て、ある日セットから出て行って楽屋に閉じこもってしまったという、話を暴露している。だが、本人は2006年のインタビューで、両親としてではなく、カップルとしてマイケルといるのはすごく楽しかったと言っている。一番好きなエピソードは、第一シーズンの、私の母さんだと言っている。また、一番撮影を楽しみにしていたのは、第二シーズンの、母さんの傷や、 第四シーズンのメアリーの悩みだったらしい。藤香カントリーマーム、ありがとうございます。